クリデン、レールバイク乗車会は、宮城県栗原市若柳で毎年春から秋にかけて、主に日曜日に不定期に開催される、レールバイクで廃線跡を走行するイベントである。ただ単に、レールバイク乗車会と呼称されることもある。2007年に廃線となった栗原、田園鉄道線の廃線跡に残る軌道を活用し、後世に歴史を伝えようと、 栗で保存愛好会が開催しているイベントで、田園風景の中をレールバイクでガタンゴトンという音を聞きながらの列車のような走行が楽しめる。会場の起点となる旧若柳駅には子供用の複合遊具もある栗原田園鉄道公園芝生広場があり、家族揃って楽しめるように工夫されている。事前予約制だが空きがあれば、 当日予約なしでも会場で受け付けて乗車することも可能。小ぎ手が足りない場合は、ボランティアの小ぎ手を要請することもできる。栗原市、マスコットキャラクター、ねじり本女が参加することもある。折り返し地点で、係りの人が転車し、往復走行で出発地点に戻れるようになっている。待機中の栗ンレールバイク栗クンの線路イベント予定表に従って、 300メートルと900メートルの2つのコースがある。毎年4月頃から11月頃にかけて、主に日曜日に不定期に行われる。栗原市役所企画課がイベント情報を出している。ABCD 栗原市アーカイブド2015年7月15日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、栗田春風アビレール・バイク水水・スイ・スイ、河北新報アーカイブド2015年7月15日、 アットザウェイバックマシン。レールバイク乗車会アーカイブド2015年7月15日。アットザウェイバックマシン。ねじり本領が待っている旧赤柳駅クリデン。レールパークイベント2015クリデン。レールパークイベント予定表アーカイブド2015年7月16日。アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。